下関カンナウ、浅川津ズです。はい、カービダ。はい、ということでね、よくね、終電を逃してたカーベルくんなんですけれど。あー、ね、終電を逃せておなじみのカービタケでございます。終電をね、逃した人が多い駅はどこっていうことで、<laughs> ヤフーがデータ分析で出したっていうことで、まあこれね、結果から言うと、1位は水道橋。おお意外。意外。で、2位が海浜幕張だっけ おー、あれだね。まさにサマソニとかのね。だよね。マリンスタジアムとかね。うん、で、3位が後楽園。おー、でもこれさ、水道橋と後楽園は実質同じような駅だからね。<laughs> まあ、東京ドームだよね。そう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 。ドームのね、端と端みたいなものが。端と端っていう感じですけれど。えー、これね、意外なことにね、カーベくんのお膝元である小鹿がなんと7位に入っていると。ねえ<ー>。すげえ不思議だよね。 うん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 。逆に俺、小賀止まりで助かってることとかはね、ちょいちょいあったけども。小賀で終電を逃した人のシチュエーションっていうのがいまいちわからんのだけれど。あ、俺はね、なんか想像がつく。さすが。だ、多分この人は、なんかまあまあまあ、寝過ごしとかっていうのだ小賀終点っていうのがちょいちょいあるのよ。うん,うんうんうん。で、まあ、たまたまそれを引き当てて、うまあ、終点前に寝過ごしたってパターン。まあ、これはわかるよね。でもね、 本数ってでもそんなにあるわけじゃなくって、だったらなんかさ、大体止まるのってさ、小金なのよ。えっと、宇都宮線はそうだよね。そう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 。基地があるから。 だいたい最後なんか小金井って、まあそれはもう何もない中途半端なところでさ。<laughs> あの、なんで小山じゃねえんだよってそう。カーメル君が寝過ごしてよく行ってたとこだよね、小金井って、ね。そう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 ,そう,そう <laughs>。夜中にツイッターでぶつくさ文句言いながら歩ってきてたとこだよね。<laughs> <laughs> そう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 。最悪小山だと3キロ歩けばね、シャワーのついてる快活クラブがあるから泊まれるんですよ。3キロ歩くけどね。 小山から小金井だと56キロあるあるあるそれか宇都宮まで流されるかだよねでこの何小川で逃した人が多いその理由ってのをちょっと川辺君に聞きたいんだけどだ多分これは、うん、あのその手前の栗橋ってまあ埼玉の駅ねああはい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 、はい、栗橋から小川がすげえ長いのね川を渡るよねそう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 で本当にに何だろうまあ10キロ キロあるかな前なんかね、あの、ちょっと地図で調べたら、うん、栗橋小川、その鈍行一駅ね、鈍行一駅の区間で、あの、新宿上野間と同じぐらいの距離あんのよ。<laughs> <laughs> ああ、だから乗り過ごしたとまずいんだ。うん。で、だから多分その人が例えば栗橋、栗橋だとさ、東武日光線とか乗り換えあるじゃない。うん、で そこでなんかあの、プシューってなんかあの、くりはで閉まっちゃって、そっから10分15分とか、次の駅まであるわけですよ。うんうん,うん、うん、だ、それで、ああ、閉まった、乗り過ごしたーって言って、で、小川に行く、で、 なんだろう、う戻ろうと思ってもね、10時半とかで結構終点が早いから。なるほど。あの、なんか下り行くのは、だ、12時過ぎまで延々とあるんだけども。だ、大山方面行く人は別に小賀で終点でも次の乗って小金井まで行けるから<う>いいやなんだけれど。そうそう、先は行けるんだけども、戻るのが結構終わんの早いのよ。利根 <laughs> 川の向こう側に行けないわけだな。そうそうそう、それでの小賀なんじゃないかなっていう。 ああ。あとね、快速ラビット号とかだと、なんかあの、空気の次が小賀とか、で、しまった乗り過ごしたって。あと、もともと、宿場町だから、そのまま小賀に泊まってっちゃうって感じなんかな。<laughs> まあまあ、駅前にアッパホテルとかね。<laughs> ホテルあるから、ね、ルーティンとかあるけどね。うんそうなんだよな。意外と、小賀で終電終わっても、まあ、なんとかなるかって思っちゃうっていうのもあるかもしれない。うん、だってこれさ、ね、栗橋とかで泊まられる方が厄介じゃん そうだね。栗橋はでも本当に何もない。でしょその泊まる施設がないもんね。あのね、栗橋の西側にはもう駐車場しかないからね。東もあって取り帰づくぐらいだもんな。まあ、それでやるか。ここで 気持ちが折れちゃうっていうパターンなんかなああ、心折るには十分な距離あると思う。<laughs> 十分な距離と十分な宿泊施設があるから、心を折らせちゃうんじゃない圧迫 <laughs> <ー> <laughs> してってもいいかっていう <laughs>。<laughs> はい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 。あ、そっか。もう小鐘いいで、ね、そこで降りるのはでもね、そうそう懸命な判断だと思う。もう隣の乃木ママだ、何にもないからね。ねそうなんだよね。うん、これ、他の線で言うと,、うん、えと、8位が本川越え、9位が深谷 えー、順位が成田君が入ってるんだけれど本川越えもう寝過ごしたなあそうなんだうん本川越え行きつつと埼京線あいや西武新宿線の終点あ西武新宿線の総庫終点か<う>本川越えうん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  <laughs> だからなんか馬場とかで飲んでさあのだから俺昔久米川住んでたじゃんああそっかそっかで 寝過ごして起きる。でもね、せいぜいなんか、イーソとかその辺で目が覚めんだけど、もうここまで来たら、本川越え目流されろっていう気持ちになったりとかしてね。<laughs> まあまあ、遠いよね。遠いなあだって川越えだもん。寝過ごすと、そうか、あっちの、なんだ、灰島とかあっちの方まで行っちゃうんだっけうわぁ、灰島はね、またあの、違う、あの、萩山とかから乗る方かな。あ、そっかそっか。なんかちょっとね、あの辺ややこしいんだよね。ややこしい。 あの小川とかだとハイジマとか行くやつじゃない？ああそうだそうだ。 そうそうこれもあれなんじゃない本川越まで行っちゃったらもう止まろうっていう気になっちゃうんじゃないあのかなり町だからねああそうだねだまあ川越も宿場町だからね本川越と川越ってちょっと離れてるんだっけそうなのなんか地味に離れてんのあ<ー>一商店街ぐらい離れてるね、うん、<laughs> なるほどそれでもうなんか心折られちゃうんだろうなもう止まってっちゃおうみたいなね<ー> <laughs> 俺もね何回かあったな川越でね なんかね、生実家なんか歩いて所沢とか戻ろうとして遭難すんの途中で。<laughs> そこで電車が終わっちゃうみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。そうこれ、9位の深谷は、えっ、ー、と、高崎線だけれど。あー、高崎トラップね。えっと、赤羽で発生する高崎トラップだよね。そう。宇都宮線だと思い込んで乗って、<laughs> 気づくのがなんかね、そう、北本とかね、深谷とかのね。<laughs> で、その時になると、もう、だ、それもそうだね。だ、本川越と小賀のパターンだけど、うん、下れるんだけど、もう登りが早々に終わるから。なるほど。 戻れなくなっちゃうパターンかな。これは俺もあるんだよな。あの、うん、大宮で、その宇都宮線に乗り換えなきゃいけなかったのが、そのまま高崎線で乗っちゃってて、寝過ごして、深谷あたりで気がついてもどうにもならんっていう、まだ時間早かったから大宮まで戻ってっていうパターンが通用したけれど、うんうん、まあ、川辺くん言ったように、上りが早々になくなるから、うん、あれ川辺くんなんか一回あったよな。なんかそっちの方来ちゃって。 帰れなくなくった時ねいや何度もある <laughs> <laughs> で。でほら高崎まで行って両毛線で帰るのがいいのか大宮まで戻った方がいいのかってなんか俺相談された記憶があるんだよね。でなんだろう結構その時ってさ結構メンタル的にもいろいろ来てる時だったから、うん、高崎線沿いで一晩過ごすのがすごい尺だったのね。<laughs> あげようかなどこだったっけな。でやっぱりそのいくつか寝過ごして、うん、もう 意地で蓮田まで歩いた、その日は。<laughs> うん。蓮田まで行った。行った、すげえ遠かったけど、もうね、もうどうせ死ぬなら宇都宮線沿いで死ぬって思って、その時。よくわかんねえ考え方だけど。高崎線沿いはもう、意地でも寝過ごしてやらないと思って。あ尾とか、桶川あたりから蓮田まであるって感じもっとあると思うん。あ、桶川だったかもしんない。いや、遠いねえ。 下手したら10キロあるな、これな。うん。ああ、これ、間に新幹線が通ってるもんね。そう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 。あと、なんだっけ、ニューシャトルとかがね。ニューシャトルがね、そう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 。うん、まあ、住んでるね、ところによって、この、終電逃した駅っての変わってくると思いますけれど、逆にこの、水道橋とかある後楽園とかは。いや、それが、だって、あの、ほら、当時、白山に住んでた時で、う後、ん、楽園だったら、歩いて帰って、 レバーしたからなああ、なるほどね。うんうんうん。うん、あーでも、コラクエンで過ごしてねえな。これ、俺、ちょうどさ、うん。先月、あの、好きなバンドのライブが、東京ドームシティホールっていうとこであって、ほ、はいほいほいほ、はい。ペイブメントっていうバンドなんだけれど、自己反省もお世話になってるね。<laughs> そうね、ちょっと曲をたまにね、かけて<そ>たりするんだけど、その、13年ぶりにっていうことで、まあ、見に行って、ええ、あ,あれ、そっか、あそこでやったんだ。そう、あそこでやって、 で、ほら、俺、足利だからさ、うん、ライブって何時間までやるって、わかんないじゃん、結構。そうなの。あのね、俺一番ひどかったので、ガンズローゼスが2時間押したってことだったからね。<laughs> あったあった。押したのあったね、あれね。アクセルローズが歌いたくねえ。そ,そ,そうそうそう。この映画そう、いたのよ、俺、その場。<laughs> あれ、東京ドームだっけドーム。あー、懐かしい。あったね。イリュージアイリュージョンツアーの初日ね。うん、結構昔だね。うん。俺だからさ、そのペーブメントのライブがあって、で、結構長いのよ、彼らも、ライブ。ああはい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 。で、アンコールも2回ぐらいやるから、ちょっともうほんと、うん、最後の最後の曲聴けるかどうかわかんなかったんだけど、俺たまたま席がさ、結構後ろの方ですぐ出れる感じだったのよ。はい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 。で、これがおそらく最後だ なと思ってうん、うん、そっからダッシュで水道橋の駅まで行って足利市の終電だから9時40分ぐらいかなお<ー>に乗ってなんとかもうほんと走ってギリギリ帰れた感じもう終盤の方あれだよねもう時間気になっちゃってもうあんま楽しめない感じっていうか, <laughs> か。でねあれなのよ 海浜幕張が上がってるサマソニーがまさにそうなんだけども。そうだよ。うん、だまあ終焉が、だまあ結構十字とか、だかまあ一応最後まで見てこうって思って、で、乗れないのよ多分、電車二三本。<ー>そういう逃すパターンじゃねえかな。混んじゃってか。混んじゃって。いやー確かにそうだわ。だっ でさドームのさパンパンなところからさ地下鉄東西線が受け止めきれるキャパシティなわけじゃないじゃないでしかも俺ら北関東からすると一、うん、回東京まで出ねえと帰ってこれねえもんね。そう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 。ってことは。 水道橋とか、後楽園よりも終電は早いはずだよね、幕張の方が。早い早い早い。いやー、そっか、確かに、俺らの感覚だともうサマソニーっていうか、幕張泊まりじゃねえと厳しいかなって感じだよな。あー、だからそう、神さんとね、その、サマソニー行くときとかはもうね、宿取って、 それで、二日間見てたから。あ、そっか、投資のチケットとかだとそうなっちゃうわな。うん。そう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 。でね、二泊して三日目の朝とか書いてたかな、そういえば。なんか海ではちょっと遊んで帰った記憶があったから。あははは、そうなんだ。うん。いやー、今年さ、まあ、話ずれちゃうけどさ、うん。ブラーが来るから見に行きたいんだよね。ね、そうそうそう。今年サマにメンツ良くてさ。いやー、ただ遠いのだけが、遠いのだけがネックなんだよな、これな。 あはそうだねなかなか微妙な遠さを誇ってるよね。なんかさフジロックみたいな遠さだったらもう遠すぎちゃってその「泊まりじゃん」とかあのほらひたちなか市とかでやってたやつなんかは、うん、もうもうこれはもうそれそうだよなっていう距離だけど。 まあね、それ自体も込みでね、なんか旅感覚がね。そう。なんかさ、サマソニはギリ,リ日帰りで行けそうな気がするから逆に遠く感じちゃうんだよな。そうね。当然都内の人だったらさ、日帰りで帰ってこれるけれど。そうなんだよね。今からちょっと考えてんだけどな、今回のサマソニは。なんかもう一ちリアムが、 そうだのね。リアムがね、うん、お兄ちゃんの方かリアムは弟だ。お兄ちゃんノエルだね。ノエルか。うんうんうん。あれだね、仲悪いまんまだね、相変わらずね。相変わらずね。<laughs> まあ、どうでもいい話なんだけどね。まあまあ,まあ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 、そうだね。<laughs> いや、ほら、かつてね、ブラーとその敬遠の中で喧嘩を繰り広げた仲だったからね。まあ、それでね、なんかあのさ、19日って日に分かれてるのもうまい話だよね。<laughs> <laughs> そうか、別の日になってんのか。そう、別の日。あーまあ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 。これね、この終電っていうね、このまあライブとかなんかあったりすると、まあ、このね、逃しやすいっていうのはありますけれど、まあちょっとね、今回ね、ランキング見てて、古賀とかはすげえ、なんで7位なんだろうっての不思議だったんでね、ぜひベ辺君に話聞きたいなと思ってたんで。ああ、武蔵関もあれだよね、西武戦だよね。武蔵関ってどこ俺わかんないな。えー あれじゃないなんかあの、田無とかちょっと超えたとこじゃないけあ<ー>違ったっけカーベル君の昔、その活動エリアのあっちの方だな、じゃあ。そう,そう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 。だ、あの、ギリギリ23区に入るか入らないかのあたりじゃなかったっけなあ、練馬だね。ギリ練馬なんだ。で、そうだね。あの、西武新宿線だからちょっと馴染みのとこだね。これなんでなんだろうね。なんだろう、ここもあれかな武蔵関 息とかかでで終わるのかななんだろうああ、なんか俺、おなんとなくね、武蔵関で終電なくなって、<う>新青目街道を延々歩いて帰った記憶が、なんとなくある気がする。じゃあまさしくこのパターンだ。そっかー、ここにも間が潜んでんだ。<laughs> 俺、このランキング上位は漏れなく終電逃してるね。16位の花子金井って。花子金井の終電も逃したことある実は。<laughs> めちゃくちゃ逃してんじゃん。そう、あの友達がね、花子金井でバーやってたから、単純に終電過ぎ前に飲んでたんだけど、その時は。<laughs> パターンが、てか、多分いくつかあんだろうね。イベントをして帰れなくなる系と、基地、うん、みたいなのが、電車がそこでせき止められる系だったりとか。そうだね。うん。 でなんかそのさ逃した人じゃあどうするみたいなグラフもちょっとこれ興味深いよねタクシーが4割ぐらい占めてるけどもさ、うん、それはねタクシー圏内にいるからそんなこと言えんのよ <laughs> お前ら <laughs> 本当だな <laughs> うん一回だって俺さ宇都宮からちょっと意地でも帰りたくてタクシーで帰ったことあったんだけどここまで あ,あ,あの、運転手さんがね、途中、もう、もうここまででいいですよってメタ止めてくれました。いくらだったの 2>, ?2 万。<laughs> 2>, <laughs> 2万。たまたま持っててよかった、その時。まあ、宿泊できちゃうわな、ね。いいとこに泊まれちゃうわな。そうなの。2万だっていいな。今の頭だったらさ、宇都宮だったら2万だったらね、どこ泊まってもよかったなって。そのな、なんとしても家に帰りたいっていうのがあったんだよ。その日のうちに帰りたいっていうのがあったんだ。 あーでもねそ大した理由じゃなかったんだろうけどねそこまでね頭が回ってたらあの <laughs> 酔っっいがままで、ね、過ごしませんよ <laughs> きっとそもそもな <laughs> そもそも <laughs> そそそうだわそこまでなんか理路整然と頭が回るのであれば。っていうことでね終電を逃した人が多い駅はどこっていうことでね後楽園とか水道橋が上位でしたというねお話でございました。<music> よろしければチャンネル登録お願いします。